この企画が面白いんだろって言われた時に、なんかはっって今いいとこまで来てるんじゃないかなっていうふうに率直に僕感じてます。本当はあと1週間欲しいです。やっぱ当初そういうのでワクワクしてて、で現場入ってみてやっぱいろいろ難しいことがあった時に、自分はそのやっぱ知り合いの役者だったりとかにその話をした時に、超面白そうじゃんって言ってくれる人と、それってメリット何ってやっぱ聞いてくる人が多かったんですね。勝地涼っていう役者が出た時に損する場合ないって、ワンカットだとやっぱスピード感もなかったりとかみたいなこととかも言われたんです。だそういう、そらそうだよなと思ったんですよ。それは賛否両論あってもしょうがない。でもあるその先輩がそのニュース出た時に、楽しみにしてるわっていうメールが来て、で僕もそれに対してちょっとこう、正直そのメリットみたいなことちょっと分かんなくなっちゃってて、ちょっとこう自分の中で迷ってた時期だったんですけど、その時にその先輩が、ん？メリットなんてねえだろ、この企画が面白いんだろって言われた時に、なんかはっって最初にこのオファーを受けた時の感覚に戻れたっていうか、だからなんか僕はそのなんか、よしとことんやろうっていう、だからとことん現場でぶつかっていろいろこうやっていきたいって思ったんですよね。まあ楽しいことやるってことは、それは辛いことがあって嫌な言葉を言わなきゃいけなかったりとか、そういうぶつかるとかそういうことがあったりするんで、それがあった上でやっぱりやってよかったねってなると思うので、みたいな、なんかそういう気分になれてます、はい、よく映像、舞台は俳優のもの、映像は監督のものなんていうふうに、言われ言うような言葉を聞いたこともあるんですけど、この作品に関しては全く僕のものとは感じなくて、俳優のものになってるんじゃないかなって、まあ日々俳優のものになってきてるなと思ってて、このリアクションでバンと寄るとか、感情フォローするためにちょっとアップにしてとか、そういうのじゃなくて、俳優のセリフとか顔とか佇まいでそういった情報を補っていかなきゃいけないんで、普通のドラマよりもやっぱりこれは俳優のものだな、逆に言うと俳優がだからよく見えてたらいいなっていうふうに思います。難しいところだし楽しいところになるだろうなと、はい、見ててもそれはきっと結構意外とこう視聴者の方たちが楽しみにしてくださってる方たちが、そのいわゆる生ドラマ昔はそうだったんだろうとか、ワンカットそれは何舞台と一緒じゃんとかって言うと思うんですけど、全く違いますね。ある意味ね、どれだけそのお芝居をこうやってみせても、撮られてない場所はどうしても撮られないわけなんで、そこがやっぱり難しかったですね。だからその自分がこうどのテンションでそのセリフを言ってるか、でも実はそういう時ドラマだったらもうワンカットそっちに入って、そのリアクションがあったりとかっていう、そこをこうやっていかなきゃいけない。やっぱり何を捨てて何を生かすかっていうものが、ああやっぱりこれって難しいんだなっていうのは、やっぱりやってこうちょっと気持ちが高ぶった状態でここで見てるのと、やっぱり家帰ってなんとなくまっさらな状態で見た時にやっぱ結構露骨に分かるんで、その辺がそれがやっぱり、うーん、でテンポも上げづらいで、上げればいいわけでもないっていう、そのワンカットの難しさっていうのはすごくありますね。ただ勝地さんは、僕がこうしたいんですって言ったらそれは絶対否定しないんで、ぼーっとしてたらガンガンいっちゃうぜだし、やりたいことあるならそれ乗っかるからってスタンスだったんで、まあ、それはつも気合い入れろっていうことがもう1日目ですごく伝わってきて、この2週間はすごく気合入ってます、僕、楽しい日々を過ごしてます個人的に。現場で通したのが今日は3日目ですか、ね、そうですね、はい、なんで、まあ、ようやくなんかこういろいろ見えてきたなってところもありましたけど、やっぱり実際問題やっぱ稽古の人数としてはすごい少ないので、そこがやっぱり不安ですけど、なんかこう毎回そのなんか少し問題点があったりとか、なんかこういやこれじゃちょっとうまくいかないとかっていう、そういうところがいろいろ出てきたりはしてるんですけど、それでこう今日それが3日目 でまた間にこう奥村さんと喋れたりとかして、うん、結構こうダメ出しの時間みたいなことをどんどん充実してきたりしてきたので、僕としてはなんかようやく本当はあと1週間欲しいです。本当に欲しい。勝地さんとも初めましてで、関係性を築いてっていうところで結構急ピッチでいろいろなことをやってこなきゃいけなかったなってところがあったんですけど、その今いいとこまで来てるんじゃないかなっていうふうに率直に僕感じてます。ただやっぱりまだまだ良くなるっていう
発展途上のところで本番でいかに爆発させるかという伸びしろのある状態で多分始まると思うんで、それが楽しさに伝わるときっといいだろうなと思います、うん、はい。